インディアナ・ジョーンズの帽子と、ムチインディ・ジョーンズシリーズは、架空の考古学者であるインディアナ・ジョーンズを、主人公とした冒険を描く映画、ドラマ、小説シリーズ、及び、それを元にした一群のフィクションである、インディアナ・ジョーンズシリーズの、日本における名称である。インディは、インディアナを略した通称、連続活劇の現代版。シリーズ全体の原案は、 ジョージ・ルーカスとスティーブン・スピルバーグ。制作は、ルーカス・フィルム。上記の、エピソードは、公式には、チャプターと称されている。ヤング・インディ・ジョーンズの1から22の、チャプターそれぞれは90から100分程度の差しであるが、基本的には、米国 TV 放映エージの45分程度のエピソード日本文を、基準に構成されている。パラマウント・ピクチャーズ配給。 映画の冒頭は4作とも星24個を伴うパラマウントロゴ、シンボルとなる山に地形などよく似た形。第2作では巨大なゴングにデザインされた山の彫刻がオーバーラップする形で始まる。同社の75周年で社名映像が 3DCG に移行した後の第4作でも手書きによる旧版が用いられた。2013年、ウォルト・ディズニー・スタジオが パラマウントより配給とマーケティングの権利を獲得し、2021年に公開予定の第5弾からがディズニー配給となる。全4作品の配給権はパラマウントに残り、第5弾以降の新作から配当を受け取ることになっている。テレビシリーズ、ヤング・インディ・ジョーンズは、主に1992から1993年にアメリカで制作され、 チャプター1から5は、コーリー・キャリアーが、チャプター6から22は、ショーン・パトリック・フラナリーが主演した。総制作エピソード数は、テレビ放映時間枠45分程度を1、エピソードとカウントすると44本存在するが、アメリカでは、放映が、時系列順ではなく、また制作されても放映されないエピソードもあったため、1996年に、 原稿の時系列順の22チャプターに再編集された。その際、当初の放映時に存在した93歳のオールド、インディ・ジョーンズによるブックエンド部分がカットされ最終版となった。インディ・ジョーンズを使ったエリューテイメントソフトの企画からテレビドラマの制作に進展したものである。テレビドラマ版として予算コントロールを効かせつつ、 世界各国でのロケや特撮を駆使した対策となっている。なお、日本では1993年1月から3月に朝日放送初テレビ朝日系でインディ・ジョーンズ若き日の大冒険のタイトルで15エピソードが放送され放映されていない残りのエピソードのうち一部は1999年にビデオソフトでリリースされたインディ・ジョーンズアドベンチャー インディ・ジョーンズが発見した遺跡をツアーするというテーマのライド。世界のディズニーパークに2つ存在する。インディ・ジョーンズエピックスタントスペクタキュラー。ディズニーハリウッドスタジオにあるインディ・ジョーンズのショーアトラクション。レーダースの岩石に追われるシーンとナチスの飛行場での格闘及び脱出シーンを映画同様のセットとスタントで再現。インディ・ジョーンズと気難の魔球。 ディズニーランドパークにある遺跡をトロッコ型の車両に乗って走行するローラーコースター360度回転するループがある東京ディズニーシーにはレイジングスピリッツという名前でテーマが異なる同型のコースターが存在するテレビシリーズインディ・ジョーンズ若き日の大冒険の日本人ライターによる独自ノベライズ作品後年 再構成された全22チャプターのうち、日本で、テレビ放映された15エピソード分が14冊構成で、ジョージ・ルーカス・ゲンアンというクレジット表記で、文芸春秋、文春文庫から出版されている。なお、マキジュ順は、時系列には、並んでおらず、日本語版ビデオ発売サブタイトルとも故障が異なる。 ジャッカルの呪い国境の銃声また針の恋戦火の、別離最後の伝令初恋のウィーン密林の、聖者皇帝の密誌。東洋の秘術荘園の死脱走大作戦笑う、バルセロナサバンナの探偵赤い情熱ウ映ガの、ノベライズ版は、いずれも早川書房から刊行されている。レーダース、失われた、アーク、世紀、インディ・ジョーンズ、魔球の伝説、インディ・ジョーンズ、 最後の聖戦、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国、畜処房文庫、インディ・ジョーンズ、神々の陰謀、インディ・ジョーンズ、巨人の舞踏、インディ・ジョーンズ、第七の魔力、インディ・ジョーンズ、失われた、箱舟伝説。インディ・ジョーンズ、ユニコーンの遺産、インディ・ジョーンズ、地下帝国の挑戦、インディ・ジョーンズ、マゾラの覇者、インディ・ジョーンズ、炎の聖剣インディ・ジョーンズ、 賢者の石、インディ・ジョーンズ、巨流の復活、改正者、シャーロック・ホームズと賢者の石。ありがとうございます。